日本ハムファイターズ中日療法を使ってしまう。日本ハム対中日、11日エスコンフィールド。日本ハム上原健太投手が先発で7回4安打1失点と力投した。失点は4回にカリステに浴びたソロ本塁打のみ。96球を投げて吉球一としっかりゲームメイクして救援陣にバトンをつないだ。前回登板の5月23日オリックス戦エスコンフィールドは先発でまさかの2回途中 KO 8安打と打ち込まれ自己最短降板となり、即2軍再調整を命じられた。日ハム中日両方で上原を復活させる。なお無援護。エスコンでこんなに点取れないハムも珍しいな。高橋宏といいピッチャーだね。中日の数少ないプロ野球選手や。やっぱりチュニドラのピッチャーは良いの揃ってんね。何が中日両方や、ボロ負けやないかい。中日のリリーフ強すぎやろ。エスコンでハムがゼロって数ヶ月ぶりなのか。両方は聞きましたか。本人はまずまず納得のいくピッチングだったとコメントしてる。チュニドラを笑う者はチュニドラに泣く、そんな試合やね。高橋宏斗とライデルがすごいのは知ってたけど、まさか打つ方をなんとかされてしまうとは。エスコンでハムが完封負けって珍しいんだろう。中日すごすぎ。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。